一生のお願いだって頼むから今日は買ってくれるってマジで勝ちしてよ本当に頼むからマスター買ってくれ無線と光る栄光の奇跡終わっちゃったか落ちる落ちる終わっちゃった一瞬で終わっちゃったありがとう。嫁さんありがとう。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 はい、どうもアドリハイです。本日もよろしくお願いします。ドメさんの引退試合で何してんのさ。ほんと何してんのさ。ねえ、最後の試合で何してんのさ。もうね、今日はね、試合前から昨日神宮で勝って、もうね、クライマックスに向けてもう一試合も落とせない。読売打倒読売三立てしかないっていうところで何をしてんのさもうねドラゴンズのストロングポイントの投手陣ピッチャーがね広いバンテリンドーム関係なく崩れ散りましたねいやー打てないじゃなくて守れなかった守りきれなかったピッチャー陣頼みの綱のピッチャー陣が崩壊してしまった。もう、本当にゲーム差以上に巨人とね、まあ実力差を見せつけられたというか、まあこういう大事な、絶対勝たなきゃいけない試合で、やっぱりこういう試合をしてしまうっていうのが、本当に今のドラゴンズの実力なんかなって、こんなこと言いたくないですけどね、本当は。すごく痛感させられましたね。まあ9失点ということでこれだけ点取られてしまうとねドラゴンズ打線もまあ頑張って最終盤ね点差がついても諦めない姿勢見せてくれたんですけど、まあ、やっぱり3点取るのが限界というかね9点をひっくり返す打力は悲しいですけどまあ無理なのかなと、うん、思いますねまあピッチャー上田に関しても今日は明らかに状態が良くなかったまあ今までむしろ状態が良いのが続きすぎてたこの悪い時にいかに抑えるかっていうところがね上田投手これからもうワンステップもうワンランク上がっていくためには必要な要素だと思うんですけどまあそれにしても大事な試合だったからこそねなんとか試合壊してほしくなかったですけど巨人にねまあ連打されて繋がれてまあ巨人打線も強力ですけどまあこうインコース木の卓が要求しても投げきれないだからね相手バッターもどんどん踏み込んでくるボール明らかなボール相手バッターがすごく打ちやすい状況を作り出してねタイムリー連打打たせてうんまあ止まらないっていうことで3点4点に取られてしまったのが相手ピッチャーの上根投手にもこう井上投手をね守るベールのようになって相手ピッチャーの助けにもなってしまいましたしその後の中継ぎ陣もね頼みの中継ぎ陣も藤島が中田翔にくしくもねでどでかい打たれてね、祖父江投手も不運な当たりが続いて失点してしまって守備で鵜飼選手がね前に来て反らしてしまったっていうところでねもう今日本当にジエンドっていうかすごくあそこは前死んでも止めなきゃいけなかったんですけどもうそこから止まらないっていうことで振り返もうどこを振り返ればいいんだろうっていうぐらい打たれまくったんでねもう振り返れないですね終盤にはね大島選手が悩んだっていうところをねちょっと足をね最後緩めてしまってアウトになってしまったりとかまあ、ああいう姿見るとね、すごく残念というか寂しいというかね、まあ足の状態も悪いんでしょうけどね、ああいうプレー見せられるとちょっとがっかりしますし、まあ最後ね、ドメさん、本当にね、最後フルスイングでやってもらったっていうことで、まあ結果はセカンドフライでしたけど、本当にね、長い間、まあ僕は、ドラゴンズファン10年ぐらいやってますけど、前世紀の福留さん、ドラゴンズの福留さんは、正直あまり見たことがないんでね、メジャー行ってた時とか、むしろ阪神にいた時の方がね、すごくイメージ強いんですけど、ボールをどっちかっていうとね、球種を絞って、狙い打ち、ドラゴンズにあまりいないようなバッター、
こう狙って球をしっかり仕掛けていってね、ここぞっていうところで打ってくれる頼りがいがあるね。本当に頼りになるベテラン、勝負師っていうね、最後はこうフォアボールを取ったりとかね、打席に立ってるだけでオーラがあるというか、そういう選手だなと、もう本当にね感じてました。本当に長い間ね、本当に長い間ドラゴンズを支えてくださってね、本当にありがとうございました。ということでね、まあ福留さんの引退試合でこんな試合をねするのがなんかもう本当に寂しいですけどね、うん、くしくも寂しいですけど、今日はね、まあ勝利の祝杯はないということで、うん、雪見大福の裏側のメッセージね、今日もね読んでおきたいと思います。皆様へ、いつも雪見大福を食べてくださりありがとうございます。少しずつ秋が近づいてきましたね。まるで丸いお月様のような特別な雪見大福ができました。夜空の綺麗な満月を見上げながら、雪見大福と一緒にほっこりした時間を過ごしてもらえると嬉しいな。ぽっかり浮かぶ月の表面に私が見えるかもしれませんよ。素敵な夜になりますように。雪見うさぎより。素敵な夜にはならなかったですね。うん、ならなかった。ヤドメさんの引退セレモニーは素敵でした、素敵でしたけどね、試合内容がなんでこう大事な試合でこういうことしてしまうかなっていうのがね、もうほんと正直あれですけど、まああんまりね文句言っても、まあ今日はねドメさんの引退試合なんでね、もうこの辺にねしときたいと思います。明日ドラゴン先発ピッチャー小川が巨人取れるということで、もうあといっぱいすると、うん、CS 完全勝負するのかな。まあ応援はね、やめることは僕は絶対しないんで応援しますけどね。うん。本当にね、まあ、24年間、福留さんね、お疲れ様でした。最後にね、正直福留さんはね、僕の中では、プロスピ、まあ分かる方いると思うんですけど、プロ野球スピリッツエースっていうゲームの中でね、タイムスリップっていう昔活躍した選手がこう、ね、ガチャで出てくるっていうのがあって、すごく能力がミーとパワーともに高くて、守備もいいっていうことで、そこでね、すごい選手なんだなっていうのをね、一番僕は実感したんですけどね、まあ守備も良くて、肩も良くてね、まあ、三拍子揃って、ホームランもあれだけ打てな、手やね、走塁も良くてね、守備もいいっていう、これだけ揃った選手がね、ドラゴンズにいたっていうのが、まあ、今ね、あの現役の力で、ね、全盛期の力で言ったらどれだけね、もう4番を張れるか。まあ、ああいう選手が3番ぐらいにいるのがね、本当に理想っていうか強いチームだと思うんですけど、まあ、こう、福留選手みたいな選手が一人でも多く、ドラゴンズにね、出てきてくれること、心からね、願ってます。最後ね、また、長々と話してすいませんでした。今度こそね、最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。またね。